どうも皆さん、こんにちは。本日ですが、久しぶりに Into the Dead 2をね、やっていこうと思います。これ見ていただけるとわかるんだけども、かなり進めましてね。まずは、ノーマルステージの方の星5をね、ほぼ全部5つ取りました。残りがね、よしと、あと1つなんだよな。最後のミッションだけ。これだけだね。チェーンソーを見つけて10キルを達成。で、これを、達成すれば、エンディングをね、次のエンディング1は前回というかね、だいぶ、前に見たんでね、エンディング2を見ることができるようになります。はい。そして、今回からですね、新しく、VIP に入ってる方だけ、こういったね、ボーナスステージをプレイすることができるようだ。はい。で、実際はね、ただそれやらなくても、イベントミッションに参加するだけでね、結構な、武器のパーツもらえますんでね、こんな感じです。私もね、ほとんどもう改造かなりしてまして、で、特にね、こちらの G911 ブラックベール、こちらに関してはレベルが18です。はい。ですね。こいつと、あとメインで使ってるのは、よいしょ、よいしょっと。こちらですね。こちらのアサルトライフルですね。で、こちら今レベル14です。ダメージ一発ね、1920も入るんでね。すんげえ強い。で、こちらとあと、ジャベリン AP51。スナイパーだね。こちら一発が5760です。はい。で、こちらもね、だいぶ強化はしております。うん。攻撃力はね、かなり高めなんでね。よし。じゃあ本日はね、イベントミッションを進めていこうと思います。ちょっと待ってくれな。では本日はね、イベントミッションを進めていこうと思います。こちらですね。どういう武器なのかちょっとわからないんだけど。目覚めライジング、アウトブレイク、ナイトメア、アポカリプス。どうやらナイトメアとアポカリプスだけパーツがゲッチュできるようだね。よし。じゃあ本日はナイトメアでクリアしていきましょう。よーし、行くぜ。で、実際この武器を使えるのがミッション1と5と11だね。よし。楽しみだな。さてと。まずはこちらのイベント武器トライアルと、あとはまあブラックベールだ。そしてワンちゃん、ブルちゃん連れてきましょう。ポイントかける5なんでね。よし、行くぜ。ナイス、ブルちゃん。どういう感じなのかな？何なんだ、これは。なんかね、その針みたいな、ニードルっぽいね。これただね、まあ、連続発射はできるんだけど、強いのかな？面白いな。これはね、多分その、改造しないと全然強くないんじゃないかな。はっきり言って申し訳ねえんだけど。いやー、ちょっとこの武器は弱そうだな。おそらく攻撃力低いと思いますね。でね、攻撃力の低い武器は正直言うとね、その、後半ね、もう全然使えないんでね。やっぱりね、そのダメージ最大、まあ最大というか、1500、600はいかないとね、きついんだよな。で、特にね、このアポカリプス、違う。今、挑んどるレベルと、あと最高難易度のアポカリプスで、あちらにね、出てくるそのゾンビはね、すんげえ強いんでね、その攻撃力のない、よしと、武器だともうね、太刀打ちできねえんだよな。で、ちょっと待って、これもう一個技あるね。これ何なんだろうね。画面の右上のところだ。爆竹のような幕。これどうなんだろうな。まあ、面白いは面白いけど、これを、
最高難易度で実戦で使えるかはまた別なんだろうな。よし、シルバーが400もらいましたね。オッケーだ。こちらですね。どうなんだろうな。まあ、私の使った感触は、微妙ですね。という感想だね。今回どうしよっかな。ショットガンか。ショットガンね、あんまり改造していねえんだよな。ザ・サージュン。こちらと、あと、ワンちゃんをニックだ。あと、アサルトライフルのこちらだね。おし。よし、行くぜ。で、今ね、私が持ってるショットガン。で、これはね、ショットガンの中で一応最強に分類されますね。まあ、分類というか、これが最強なんじゃないかな、ショットガンは。よし。一発じゃ倒せんな、このデッキっていうのは。よし。こっちの銃の方がだいぶ強いんでね。よし。いいね。ありがとう、ニック。で、ニックのスキルはね、その宝箱の場所を教えてくれるんだよね。よし。オッケーだ。よし、なんとか。太っちょ警官は一発で倒せるな。デカブツゾンビは一発では倒せなかったのでね。こいつだな。ひるむぐらいか。ありがとうニック。よし、オッケーだ。あ、やっぱりショットガン強化しないとダメだな。オッケーだ。よし、ステージ3に行きましょう。次は、次マシンガンか。ただこれは弱いんでね。やはりここは、この2つだな。鉄板だ。そしてジョンを連れていく。よし、行くぜ。でね、私のおすすめとしては、アサルトライフルと、あと、ハンドガンをね、どれか強化するやつを決めて、それ特化型で、序盤はね、進めた方がいいかなと思いますね。まあ、私の経験上だ。そうしないとね、いろんな、パーツをゲッチュして、かつ、そこに使うシルバーがね、全然足らなくなっちゃうんでね。で、ゴールドをね、3000ゴールドまで貯めることを優先した方がいいですね。危ない。よし、武器を変える。両側だな。よし。で、私はね、毎回そうしてますね。ゴールドを3000まで貯めて、シルバーを5万とね、両替をするって感じだね。よし、リロード。よし。で、そうしないと、今私が挑戦してるレベルであったりね、この次の最高難易度、アポカリプスの、ゾンビにはね、まず太刀打ちできないので、改造レベルで言うと最低15かな。アポカリプスに関して言うと、むちゃくちゃ強いゾンビとかだと、レベル20じゃないともね、全然倒せないんでね。よし。よしと。そして、やはりこのランニングスキルだよね。もうここは日々練習しかないね。そのゾンビによってもね、その当たり判定というか、掴んでくる距離が違うからね。よし。今の太っちょゾンビは体力が結構ある。で、やつを一発で倒せるかがどうかが重要だね。よーし、クリアだ。よーし、ステージ3。無事にクリアです。シルバーゲッチュ。よし。ステージ4ですな。まあ、武器はこの2つ。ちょっと待って。ボウガンはダメだな。まあ、ボウガンというか、この弓だね。
ああ、これはね、もう、なんていうの？もう全然使えないんでね。強化しない方がいいですね。で、よし。さてと。ちなみにね、そのゾンビの種類なんだけど、さっき私が倒したあの、でっかいゾンビいたでしょ？ちょっとね、あの、太ってるゾンビ。で、やつの他にも、さらにね、上級のゾンビがあと3体いるからね。いや、4体だな。4体いますね。取れるか。よし。リロード。で、私がね、このアサルトライフルを、なぜ使ってるのかっていうところなんだけど、まずね、そのリロードが早いっていうところと、あとこの、なんていうのかな、弾数が多いっていうところだよね。で、これがね、その、今私がプレイしているレベルだとね、すんげえ重要なんだよね。で、リロードにすぐになってしまうアサルトライフルは、まずね、その後半のステージクリアすることがね、まあ、ちょっと難しくなってくると思うんでね。リロードしてる間に食われてしまうっていうことだね。特にね、そのアポカリプスの難易度だともうゾンビの量とかも尋常じゃないんでね。よし、オッケーだ。よーし。さらに5だね。ここでまた使いますな。まあね、ただあんまり強くなかったからね。よーし、行くぜ。変わった武器だね。あ、やっぱりそうだね。一発じゃ倒せんかったね。二発か。で、このイベント武器に関しては、確かレベル15だと思うんでね。15レベルにしても、あの黄色のちょっと長身のゾンビ？こいつだね。一発じゃ倒せないってことは、やっぱり、ちょっとダメージ量は低いね。私はこれをおそらく改造することはないだろうな。まあ、これを改造するんだったら違う銃に、シルバーを使うっていう感じだね。よし。爆竹。よし。弾はね、いっぱい手に入るみたいだけど、92発か。こんな感じだね。こんな感じだ。まあ正直、そうだな。正直ね、その、ガトリング砲があるんでね、そっちの方がかなり強い感じはしますね。よし。まあ、このメリットがあるとすれば、ボタンを押してからの発射がすぐなんでね。そこはいいかもしれない。けどまあ、逆に言うとそこだけかな。あとはこの爆竹？これぐらいか。なかなか癖のある銃だね。オッケー、無事にミッションクリアしました。よし、オッケー。ステージ6ですな。ジャブリン AP51 持ってきましょう。あとはエスコロピオン3と、あとはジョンだ。よし、行くぜ。よーし。こんな感じ、超気持ちいいんだよな。よし。よし、クリア。よし、危ない危ない、撃ち抜く。よし。で、今私の使ってるこの AP51 スナイパーで、これはね、その弾がの、なんていうの、貫通しますんでね。貫通弾薬を標準で装備してる銃なんでね。よし、 OK。 弾が10発か。
打ちはあまりできんな。よし、こっちだ。弾が少ねえな。あと5発か。よし、ここだ。OK だね。よーし、OK。やっぱりね、その銃をある程度強くしていけばこんな感じでね、結構サクッとクリアできますんでね。よし、ステージ6も無事にクリア。よーし。さてと、次はステージ7だな。どんどん行くぜ。次、ショットガンだった?ああ、ショットガンダメだな。変えましょう。GL03、グレネードランチャー持ってきましょう。ブルちゃんだな。よし、行くぜ。よし。よし。さてと。いいね。やっぱりそのブルちゃんはね、攻撃速度が速いんでね。さてと。よし。よし。いや、いいな。この響きがいいね。ずしんずしんとくる感じ。ゾンビが多ければ、グレネードランチャーの方で一掃しましょう。よしと。かわす。いいね、飛びついてくれ。ここだな。よし、よし、よし、オッケー。よしと、ふんふん。いいね、殲滅だ。あ、こいつですな。今出たのがね、ちょっと強いゾンビなんだよね。やつが出てきたか。で、やつはね、その、アポカリプスの難易度だと思う。ガンガン出てくるんでね。こいつのさらに上級だね。こいつだね。あ、まずい。ちょっと待って。よいしょ。よし。よし。うん。よーし、オッケー。無事にクリアだ。オッケー。シルバー312、オッケーだね。結構もらえましたな。さてと、次、ステージ8だ。どんどん行くぜ。ここはもうこの銃で行きましょう。ニックか。ちょっとマレートラちゃんに書いてみましょうかね。よし。さてと、行くぜ。トラですからね。マレートラちゃん。で、この子をね、ゲッチュするには、野生というね、イベントをクリアしないとダメなんだよね。で、そこをクリアすると、このマレートラちゃんの餌をね、ゲッチュできるんでね。で、それで、ワンちゃんじゃなくて、さっきのマレートラちゃんを捕まえる感じだね。よし。よし。じゃねえぞ。よし。さて、よし。物陰にね、ゾンビが隠れてるんでね、そこだけ要注意ですな。よし。よし、ケムリン発見だ。ここだ。よし、リロード。よし、まあ、また出やがったな。よしと、うん。よし、私のハンドガンは強いぞ。よし。アサルトライフルよりも私のハンドガンの方が実は強いんですよ。あー、ここはまずいな。よいしょ、シルダン。よし、うん、殲滅。よし、なんとか突破だ。
よし、ステージ9だね。ジャベリン AP50、AP51 と、あとアサルトライフルだ。ラブちゃんだね。よし。さてと。撃ち抜く。よしと。ふん。大したことねえ野郎だ。ここにやろう。ふん。よし。ふう、気持ちいいぜ。よし。いい感じだ。カベス。どこを向いているんだ。リロード。ここにやろう。ふん。よしと。弾2発か。ちょっと少ないな。よしと。ティッ。よし。シルダン。あと1発か。ここだ。よし。ふぅ。オッケーだ。ステージ9も難なくクリア。余裕ですな。よーし、オッケー。で、こんなに余裕なんだけど、次のアポカリプスのレベルでやるとね、もうギリクリアできるかできないかなんだよな。よし。次は、どれだ？ん？あれ？ハンドガンだけか。そっかそっか。よし。まあ、当然こちらだな。ブルちゃんか。よし、行くぜ。あ、しょっぱなやつか。あー、すごい数だな。よしと。よし、危ない危ない。よしと。よし。ふん、あ、まずい。よし。まずい、見ろ、あー、まずい。まずい。よしと。ふぅ、危ない危ない。ナイフを使ってしまった。まあちょっと敵の数が多くなってきたね。で、アポカリプスだともうこれが普通ですね。で、これよりもっと数多く、さらに敵も強くなるんですよ。だからね、そのある程度銃を改造しとかないともうお話になりませんな。よし、問題は最後のところだな、きっと。よし、リロード。うん。よし。2発か？ 2 発だな。よし。よし。リロード。で、このリロードのね、タイミングを忘れるともうアウトですね。クリアできなくなってしまう。ふん。よし。いい感じだ。よし、いいぞ。あと1発。リロード。よし。20発か。ちょっと少ねえな。よしと。よしと。大丈夫ここ。よいしょっと。ふぅ。あと250メーター。いやー、ちょっと弾少ねえな。持つか？まずい。シルダン。よし。もう1発。よーし。この野郎。よし、無事にクリア。オッケーだ。ああ、ナイフを使ってしまったな。ナイフはね、結構重要なんですよ。よーし、オッケー。ステージ10も無事にクリアだ。よし、ステージ11だ。で、再度、トライアル武器ですね。どうしよっかな。ジョンか。おそらくね、その敵の量が多いと思うんでね。初期、いや、ちょっと待てよ。焼夷弾にしよっかな。よし、これでいこう。よし。まずはこのニードルで。よし。よし。
雑魚ゾンビは倒しやすいかもしれんね。こいつも。いやー、ただこのデカゾンビだともうちょっときついでね。うん、何発か撃ってようやくだ。こいやろ。あの爆発のがまあ強いって感じなんだろうな。あー、これ大丈夫？よし。あー、あー、危ない危ない。爆発。あー、ここ大丈夫？あー、まずい。よいしょっと、まずい。うん、いてー。あー、ブサリン。よーし、オッケーだ。うん、あー、アーマーゾンビ出てきやがったな。よし、よし、私は焼夷弾を装備しているぞ。リロード。うん、あ、なんだと。ジョン、助けて。あー、助けてくれんかったな。死んでしまった。あー、情けないな、こんなところで。あー、もったいないな。トークン6も使っちゃった。あー、油断するとね、やっぱ死んじゃうんですよ。ダメだな。うん、もったいない。よーし、オッケーだ。でね、一回死んでしまうと、そのトークンをね、大量に使うんでね。で、トークンってのは、なかなかね、その、たまらないんだよな。でも、すんげー重要なんだ。あ、全然死なんな。あー、ちょっと待って、あぶね。あ、やっぱダメだね。もうこっちにしましょう。危険だ。よし。リロード。やはりあのニードルに固執するとダメだな。よし、あとはかわしながら行くか。一発か。よし、リロード。どうだ。よし、吹っ飛んだな。うん、よし、あばよ。よーし、弾が若干少なく、いや、もうねえな。よいしょと。うん、よいしょと。よし、ニードルに変える。さてと、96発だ。よーし、ふん、うん、よーし、クリアだ。オッケー、シルバー400ゲッチュしましたな。次だね。よし。で、次が最後のミッションだ。よし。12ステージ目だ。最後は、もうこの武器で行くしかねえな。どうしよっかな。ワンちゃん、よし。ちょっとジョンのままで行こう。よーし、行くぜ。まずはハンドガンで行きましょう。よし。よし。で、ハンドガンの方がね、その、無駄打ちが少なくなるっていうかね、結構きっちりと進めることができるんでね。あと、ハンドガン一発。よし、なくなったな。よし。距離は1キロか、そんなに長くはねえな。よし、手榴弾も3発あればまあ大丈夫でしょう。オッケーだ。ゾンビもいないな。よし、あばよ。よーし、危なかったな今。よし、ふん、あ、まずい。よし、撃ち抜く。よし、よし、ちょっと弾数少ねえな。11発か。ちょっとかわしながら行こう。で、倒さないとね、そのシルバーがあんまりもらえないんでね。まあ、あくまでそのパーツだけ狙いであれば問題はないんだが。あー、ちょっと危険かな。よし、まだ大丈夫。よし、オッケー。
よし。あ、まずい。危なかったな、今。ギリギリだったな。よし。ここだ。よし、もう一発。よし、もう一発。うん、あー、捕まった。ありがとう、ジョン。ナイス、ジョン。よし、助けてくれた。ふぅ。やっぱ、ジョンで正解だったな。オッケー、無事にクリア。よーし、ステージ12まで無事にクリアしたぜ。シルバー180ゲッチュ。よし、ナイトメア無事にクリア。さてと、どんな感じなのかな？よし。まあ、ただこの武器はね、正直、あまり強くねえからな。うん。さて、見てみましょう。どこかな？これだ。どうかな？新しいスペシャル武器が完成した。なんかこれ、大工さんが使う武器だよね。改造ネイルガン。ああ、世界の終わりにうってつけだ。ああ、ここから弾発射されるんだね。マックスで6144か。どうなんだろうな。やっぱり強くねえな。6144か。まあ確かに、これを最強、6144まで改造すればハンドガンよりかは使えるのかもしれねえけど。どうかな？今頃になってこれを改造するメリットはあるんだろうか。だったらね、今私の使っとるブラックベール、これ今レベル18で3840なんですよ。でもパーツも今溜まってるんでね。35000シルバー使えばおそらく次がもう4500とか5000ぐらいまで行くんだよな。で、新しくね、その R77 っていうブラックベールの横にあるハンドガンもなんかできたみたいなんでね。で、これが おそらくブラックベールよりまた強い銃になるとは思う。なるほど。まあこういう感じですな。OK。じゃあね、本日ちょうどいいお時間になりましたんでね、今日はここまでにしましょう。またね、気になるイベントミッションあったら動画の方アップロードしますんでね、ぜひチェックするようにしてください。チャンネル登録もね、よかったらよろしくお願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。あばよっ！